南阿蘇鉄道 MT-2000 系機動車。南阿蘇鉄道 MT-2000 系機動車。南阿蘇鉄道 MT-2000 型機動車は、1986年、昭和61年に3両が製造された、南阿蘇鉄道の機動車である。1998年、平成10年から2000年、平成12年にかけて、全車走行装置が交換され、 南阿蘇鉄道 MT-2000A 型機動車、南阿蘇鉄道 MT-2000A 型機動車となった。本校では MT-2000A 型についても合わせて記載する。1986年昭和61年4月に日本国有鉄道国鉄の特定地方交通線であった高森線を第3セクターに転換して開業した。 南阿蘇鉄道が開業に際して準備した機動車3両である。新潟鉄鋼所製の NDC と呼ばれるレールバス型機動車として最初期に製造された車両であり、車体長が15.8メートルとなっている。エンジンは新潟鉄鋼所製 6H13AAS ディーゼルエンジンを1 6 9キロワット二2 3 0 p s に設定して採用した。全車正面悲観通式。 両運転台、トイレなし、各車両に相性が付けられている。1998年、平成10年から2000年、平成13年にかけて、全車空転防止のため変機、台車などの走行装置が交換され、MT-2000A 型に形式変更されている。新潟鉄工所の警戒機動車 NDC として、最初期に製造されたもので、15.8メートルの車体を、 初めて採用した。全面非貫通式乗務員室は左側で、乗務員用扉は設けられていない。折戸の客用扉が片側2箇所、運転室がない側は車端に、運転室がある側は運転室小窓の直後に設けられた。運転席の小窓は上下2枚設けられ、床面近くまで延長されている。扉間には上段固定。 下段上昇の幅 1200mm の窓6組と 900mm 幅の窓1組が設けられた。運転台室がない側の扉と客用窓の間に 360mm 幅の小窓がある。全車トイレの装備はない。外部塗装は白をベースとし、火の国熊本の麻生山と清流の白川をアレンジしたオレンジ色と水色の帯が巻かれた。車内セミクロスシートで 車体中央部に4人掛けボックスシートが通路の両側に4組ずつ配置されている。全車ワンマン運転用の機器を備える。エンジンは新潟鉄鋼所製 6H13AAS ディーゼルエンジンを1機搭載、定格出力 169kW230PS1-900rpm で使用された。動力は新潟コンバーター製。 DB115 液体変速器を介して1、軸駆動の台車伝達される。台車は、国鉄 DT22 型と同型で二連式コイルバネ、ウィングバネ式の NP119DT が採用された。制度装置は、コンバータブレーキ、機関併用で 1A 自動空気ブレーキである。暖房装置は、エンジン排熱を利用した、温風式である。冷房装置は、 能力2 5 6キロワット、2 2 0 0 0カロリー、H の DDL2VS423X が設置された。南阿蘇鉄道は全長1 7 7トルのうち、約8 7キロメートルが20パーミル以上の勾配となっており、一軸駆動の MT-2000 型は、線路条件によっては空転が発生し、定時運行に支障することがあった。 二軸駆動の新型車に置き換えるか、MT-2000 型を二軸駆動化するかの検討の、後、MT-2000 系の二軸駆動化が決定され、1998年、平成10年から2000年、平成12年にかけて、MT-2000 系3両のエジン以外の主要機器をほぼすべて交換する工事が行われ、形式も MT-2000A 型に変更された。変速機は、 新潟コンバーター製タクン -22-1105D に交換され、台車も二軸駆動の空気バネ式、住友金属工業製、FS211D 型となった。ブレーキは排気ブレーキ、機関ブレーキ併用に変更された。空気使用量が増加するため、空気圧縮機が C-400 から C-600 に交換されている。2002年、 平成14年3月31日付で、全車に対して、車体の回収と外部塗装の変更が行われ、白をベースに赤を強調したものとなった。1986年、昭和61年4月1日に、国鉄高森線立の駅高森駅間 17.7km が、第三セクター、南阿蘇鉄道に移管されることに伴い、MT-2000 計算量が、 新潟鉄工所で製造された。遺憾にあたっては、熊本県の出資が得られず、沿線自治体が資本金1億円の99.5%を出資した。開業時は19本の列車が設定されたが、1989年、平成元年8月に、中松駅に行き違い設備が設置されまでは途中、行き違い設備がなかったためラッシュ時に2両編成が、 運転される以外は一両のみが使用されていた。1998年、平成10年から2000年、平成12年にかけて、空転防止のため台車を二軸、かけるのものに交換する工事が行われ、2002年、平成14年には、外部塗装が変更されている。2011年、平成23年3月12日の九州、新幹線全線開業を機に、 麻生地域全体で開催された麻生ゆるっとばく合わせ2011年平成23年3月12日から2012年平成24年3月末まで全社に麻生ゆるっとばくをイメージしたイラストがラッピングされた2016年平成28年4月16日に発生した熊本地震により南麻生鉄道も被害を受け全線が運休したが 同年7月31日から中松駅高森駅間で運行を再開している。2017年平成29年4月15日からは一両が熊本地震復興支援のため小学館の雑誌に連載する漫画家117人のイラストをあしらった漫画寄せ書きトレインとなり、同年7月22日にはもう一両が追加され、二両とも 同年11月30日まで運転された。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。